こんにちは、朝倉海です。はい、前回の動画で報告させていただいたんですけど、まあ、改めて今回僕がメインだったにもかかわらず、欠場することになってしまって、しかも直前で、直前の報告になってしまって本当に、申し訳ありませんでした。はい、そこでですね、なんと庄司さんが僕の代わりに、出場してくれるという男気を見せてくれて、まあ、大会のことだったり、まあ、いろんな全体のことを考えて無理やり出場してくれることに、なりましたんで、まあ、そんな庄司さんを僕は、サポートするために、沖縄までやってきました。さあもう気合入ってますよ。もうやるだけだから、はい、もう本当にね、海君のね、出たかった気持ちもずっと知ってるし、うん、ずっと見てたんで、もうここは、ね、俺がね、もう男を見せる時だと思うし、こんなにね、逆に注目されて、みんなに本当に決まってから本当応援コメントとかもう今までにないぐらいすごい来て、本当になんかこういう場をいただいたことに、ライジンさんからオファーいただいたことに対してもやっぱすごく感謝してますし、まあここはね、どこでも庄司のもう男を見せるもう一番の最高の舞台だと思ってるんで、まあ明日の計量までね、ちょっと一番きつい時が、なんか今なんですけど、まあでもね、格闘家はみんなこういう道を通って試合に立つんで、まあ、それも含めて、本当にみんなに見てもらいたいし、はい。でその海君の無念のね、本当にやりたかったと思うし、まあ、その気持ちも一緒に背負って、戦いたいと思ってます。いや、もう、今までも、なんかいろんなことで、庄司さんに、感謝することばっかりだったんですけど、また本当に本当に感謝だなというか、もうとんでもないです。もうこちらの方こそですよ。いやいや、もう一生なんだろう、もう庄司さんには足を向けて寝られないなっていう本当にそれぐらい、うん、感謝してるし、しかもなんかこの動画もなんかその試合直前って結構水抜きもだし減量も結構大変で、撮るべきではないと思うんですけど、なんか庄司さんの方からぜひ、カイチャンネルで撮ってほしいってことを言ってくれて、なんで、まあ、この、男気を見せてくれた庄司さんをぜひ応援してもらいたいなと思って、はい、少しでも、うん、盛り上げてほしいなっていう気持ちで僕はいますし、なんかもう全力でサポートしたいなと思いまして、まあ、今回、急遽ね、セコンドに、つかせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、まあ、正直なんだろう、その対戦相手の、まあ、ことを考えると、やっぱりなんかその僕が欠場してるにもかかわらず、なんでセコンドにいるんだっていうなんか不信感とかもあると思うし、うん、なんかそこもすごく悩んだんですけど、やっぱり庄司さんに今回助けてもらいましたし、やっぱりいつも一緒に練習してるチームメイトなんで、まあ、まあそこはもう僕が一番サポートするべきだと思って、はい、決めました。いや、まあもう、はい、あとはね、もう明日明後日もうやるだけなんで、もう覚悟も腹も決まってるから、うん、もうまあ楽しみにしててください皆さん。絶対いい試合もうね絶対するんで、もう僕は庄司さんを信じて、いや、ね、海君はね、はい、やっぱしっかり、ね、うん、手を直すことに集中して、やっぱまだまだね、こんなところで終わっちゃいけない選手だと思ってるし、世界でね、もう含めて日本の格闘技を盛り上げていく存在だと、もう僕はもう戦った時からもうそういう確信があるんで、本当に選手生命を潰してまでね、やってはいけないと思うんで、まあ、ここはね、このファン、楽しみにしてたファンの皆さんは本当に申し訳ないと思うんですけど、ここはね、僕が代わって本当にね、命をかけて
リングに挑みたいと思ってるんで、はい、本当に見ててください。ありがとうございます、しゅうさん。とんでもないです。あの対戦予定だったヤンジョン選手もね、本当にあの、まあ、急遽その契約退場増えちゃったりとかもあって、うん、まあ、そんな中であの対戦を受けてくれるところにもすごくお届けがあると思いますし、なんかそこにも、うん、感謝したいと思いますし、もう本当にあのこのお届けを見せてくれた2人の戦いをあのぜひ応援してくれると嬉しいです、はい、彼もね、なんかもうさっきニュースで出たけど、なんかもう1ラウンドから倒しに行く、はい、みたいなことを言ってたんで、まあね、望むところだよっていう感じで行きたいと思いますね。試合が、休憩明けの第9試合に、なって、自分は戦うんですけど、まあ、今日カイ君たちも、もう沖縄に来て、ね、駆けつけてくれたのもセコンドもあるし、あの会場の皆さんの前であの挨拶というかをしてもらうということで、来てもらっていることということで、はい、うん、そうですね、僕もあの、まあ、今回あの試合は見せられなくなってしまったんですけど、まあ、その僕のために、会場に来てくれるあのファンの方もいると思うんで、まあ、その休憩後の、マイクであの挨拶をさせてもらうのと、まあ、あとは、まあ、写真を撮ったりとか、まあ、そういうあて話す時間っていうのをあのライジンの方に伝えて、作ってもらうようにあのしたので、あのぜひあの試合は見せられないですけど、あのぜひ来てくれると嬉しいです。いや本当にね、骨折の中で戦ったりとかすると、俺もやっぱ経験あるんだけど、やっぱ1年ぐらいはやっぱなかなかくっつきも悪くなったりとか、やっぱ手術とかしないとなかなかやっぱ簡単に治るもんでもないので、うん、まあ、本当にね、流行る気持ちをここはなんとか、はい、カイ君も抑えてもらって、これからまだまだカイ君の活躍を見たいファンはたくさんいると思うので、はい、ここはね、なんとかファンの皆さんも少しあの我慢してもらって、また活躍できる姿をあの見たいと俺は一番思ってるし、俺もまだまだ頑張っていくんで、本当に応援、してもらいたいです。とにかく、試合楽しみにしててください。期待します、しゅうさん、はい、任せてください。もう本当に直前で減量も大変だと思いますけど、あの僕もできるサポートがあればあのしたいと思いますんで、あの残りきついですけど調整を頑張ってください。いや、もう一緒にね盛り上がっていきましょう。はい、まあ、明日計量なんですけど、もう僕もずっとあの翔士さんに付き添って、あの少しでも力になれればと思ってますんで、本当によろしくお願いします。ありがとうございます、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。